元気に艦艇開発。どうも、このシリーズが好評で嬉しいアリスちゃんだぞ。坊主と狙撃から逃げないでくれとマリサだぜ。別に逃げてるわけじゃなくて忙しいだけだからね。ってなわけで今回も、いろいろなユニーク艦艇を作っていくのだ。ちょうど9戦艦か巡洋戦艦、好きな方を選んで敵艦隊を沈めろ。ってなわけでもちろんアリスちゃんはちょうど9戦艦を採用。前回がド級戦艦だったのに、もうちょうど9になるのか。で、飛行は457mm3連装砲を採用してと。いや、なんでそんな高火力砲乗せられるんだよ。絶対全体とのバランス取れてないだろ。ふ、この最新鋭飛砲で敵をコッパみじんにするのが楽しみだ。まずは全部艦橋。続いて煙突やらを設置。船体に対して煙突小さすぎるんだよな。そしてコンパクトに煙突と後部マストまとめるな。前回からお世話になっているバーベットを設置。これまたでかいバーベットだな。そしてこの上にはもちろん457mm砲。明らかに重量オーバーだろ。でその後ろに追加したかったけど、さすがに無理みたい。しょうがないから一回り小さめのバーベットを設置。406mm3連装砲を採用。406mm砲が小さく見えるって何事よ。ちょうど旧戦艦の定義として飛行の統一があったような気がするけど、気にしない。で全部にもバーベットを設置。457mm砲を搭載と。仕上げに甲板の空いてる部分 252mm 砲を複数設置。副砲の 203mm 砲も埋め込んでっと。お守り魚雷も乗せちゃえ。豪華な戦艦だな。豪快戦ゲームならティア10にいてもおかしくないレベルだね。ただ重すぎるから、ほとんどの装甲 10mm だけど。いや今回もペラ戦艦かよ。ってなわけでその火力を試すべく、いざ実戦へ。ちなみにこの戦艦には、2隻の駆逐艦が随伴してくれてるよ。400mm 超え飛行が15門もあれば、1隻だけで十分な気もするけどな。火力面ではそうだけど、防御面はダメだから、駆逐艦には弾よけとして頑張ってもらうよ。お、こいつは敵の戦艦だな。両舷に飛行のつけてるところを見るに、普通のド級戦艦か。時代は 457mm 砲なのに、君たちは遅れてるねー。ただ敵の数が多そうだから、ここは距離を取って戦おう。いわゆるアウトレンジ戦法だね。ただ敵の攻撃で艦橋がダメージを負ってしまったようだから、遠距離戦で最高のパフォーマンスは出なさそうだぜ。艦橋だけ 1000mm とかの装甲にすればよかったか。いやバランスよく装甲つけてください。お、敵戦艦に 406mm 砲が命中したようだ。どれどれ、見てみよう。敵戦艦の艦首、並びに艦橋後ろで火災発生だ。406mm 砲でこの威力なら、457mm 砲が当たったらどうなるんだろう。弾薬庫余裕で貫通して、バッチンなんかも狙えるかもな。ここで弾よけ要因、駆逐艦の様子を見てみようか。今は煙幕を展開しつつ、程よい距離で敵の攻撃を誘ってるよ。さて、敵艦隊がだいぶ近づいてきたから戦艦の目標を一番近い敵巡洋艦に。こいつは 229mm3 連装砲を前と後ろに1機ずつ搭載してるぜ。アリスちゃんの戦艦装甲は薄いから、このクラスの方でも十分貫通しちゃうんだよね。だからこそ近距離で精度が高くなってる敵から始末すべき。飛行に発命中、1000ダメージを与えたぞ。また406mm 砲か。457mm 砲たくさん積んでるのに当たらないってことは、命中精度低いのか。うん、装填時間と精度では圧倒的に 406mm 砲が優秀だから、ロマンを求めないなら 406mm 砲ガン積みが正解だね。と、ここでそんなロマン砲が敵巡洋艦に命中。たった1発なの2500ダメージで、耐久の 30% 近く持ってったぞ。いやー、爽快。そして406mm 砲でとどめっと。まずは一隻だな。ただ敵の巡洋艦を沈めるのに少し時間がかかったから、アリスちゃんのちょうど9戦艦も敵の攻撃を受けて火災が発生しちゃったよ。そりゃまあ、装甲 10mm なら余裕で油断でも貫通するだろうしな。まったく、人が一生懸命作った戦艦を燃やすなんて許せない。この代償は、そこにいる軽巡洋艦に払ってもらうぞ。とばっちりなような気もするけどな。406mm 砲命中、845ダメージだ。エンジン全部ぶっ壊せたね。と、駆逐艦たちは体勢立て直して再度突入の準備させよう。さっきの敵巡洋艦を浸水で撃沈。いい感じに近くの敵から削れてるね。だけど敵駆逐艦がすり抜けてきた。で、敵駆逐艦に 457mm 砲3発が命中。耐久フルだったが、浸水により撃沈。ふ、大口径砲こそ正義。この調子でどんどん削っていこうね。この敵駆逐艦もボロボロだな。で、そんな敵駆逐艦に味方駆逐艦の魚雷が接近。いや絶対オーバーキルだろこんなの。艦尾に魚雷2本命中。すぐさま浸水で撃沈判定に。で、副
数の457ミリ砲が刺さった敵戦艦も撃沈判定。最初に撃ってたやつだな。その後はもう一隻の戦艦をボコボコに。浸水で敵戦艦撃沈。お次はこの巡洋艦。457ミリ砲が命中。船体耐久霊で撃沈だぜ。む、魚雷が接近してきてる。あの敵系巡洋艦の置き土産か？いや、多分近くの駆逐艦のものだね。一本食らっちゃったよ。第二陣の魚雷、来るぞ。く、舵が壊れてるから回避できない。船体中央に飛来。ただ小型の魚雷だったのか、ダメージ量自体は多くないね。本社魚雷撃ってきた敵駆逐艦にお仕置きしに行きましょか。近すぎ近すぎ。敵の魚雷は残ってないから、これくらい近づいても安心。先に魚雷がまだ残ってるこの軽巡洋艦を始末しよう。406ミリ砲がヒット、敵の機関が全部ぶっ壊れたな。そのペラペラ装甲でアリスちゃんに向かってきた勇気だけは認めよう。さあ、深海にお帰り。浸水により敵巡洋艦を撃沈。ここで敵艦隊の 65% 以上を撃破したから、アリスちゃんの勝利となったよ。輸送船を守れ、最小戦力で敵の巡洋戦艦を撃退せよ。さて、今回は巡洋艦か駆逐艦の中から船体を選ぶ感じになるんだけど、予算が少ないから、軽巡洋艦を作ってみようか。軽巡洋艦の火力で巡洋戦艦沈められるか不安だな。そんなマリサの不安を解決するため、5連装魚雷発射艦乗せまくろうね。いや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 、限度ってものがあるだろ。どう？両舷50門魚雷を持つ特製従来装艦だよ。船体狭すぎて煙突置けてないぞ。スペースの関係上、煙突は艦首付近に置いてっと。で、艦首には全部マスト。なんだろう、輸送船に偽装したようなシルエットだな。燃料運んでるのかと思ったら、実は魚雷でしたってパターンだね。そんなの絶望しかないぜ。ちなみに搭載している魚雷はゲーム内最大の 61cm の酸素魚雷だよ。多分北上が搭載してたやつと同じかな。ただ北上は4連装魚雷で40本だったが、アリスノは5連装で50本積んでるぜ。いざ、輸送船を守るため従来送艦、出撃。お、早速魚雷流し始めたな。敵はこっちに気づいたようだから、煙幕展開して隠れるよ。片弦の全部終わったら、反転してもう片方の魚雷も発射。ちなみに重量の関係上予備の魚雷は持ってきてないから、もし外れたらやり直そうね。ジャングル性の高い艦艇だな。敵巡洋戦艦、魚雷を警戒してか進路を変えて離れていくぜ。む、これはやり直し案件かな？と思ったけど、なんかいい位置に魚雷撃ってたね。魚雷の本数エグいな。50本近い魚雷が一斉に押し寄せる様を見るのは楽しいね。敵巡洋戦艦はようやく魚雷を発見したようだけども遅い。さあ、避けられるものなら避けてみよう。まず1本が艦尾に命中。続いて2本が艦中央に命中だ。そして艦首にも魚雷命中、船体耐久が0になり撃沈判定に。いいねいいね。ドイツの襲撃部隊、敵の輸送船に打撃を与えろ。それじゃ本日最後も軽巡洋艦作っていくよ。まず後部マスト。続いて艦橋。主砲は 152mm 単装砲で、艦首と艦尾に1つずつ設置しよう。そして中央には魚雷発射艦乗せてっと。また5連装魚雷か。少し位置を調整して煙突。で、艦尾の主砲はやっぱり魚雷に置き換えてっと。他の魚雷も射角確保のため少し位置調整するのな。あとは 76mm の副砲を埋め込んでいってと。艦橋にめっちゃ乗せられるのな。ってなわけで敵輸送船団を沈めるため、軽巡洋艦出撃。そういやその輸送船団に護衛っているのか？うん、少し離れたところに巡洋艦が1隻と、遠くに巡洋船艦がいるよ。まともな撃ち合いでは勝てないだろうから、いかに早く輸送船団を削るかだね。お、早速魚雷発射してるな。この辺りで煙幕しよう。敵の攻撃を避けつつ、輸送船団に近づくのだ。お、魚雷がいいコース。魚雷命中。他の輸送船にも魚雷当たっていてよき。3隻で計60本だから、結構な密度になるぜ。ここで最初に来撃した船が浸水で撃沈判定に。ほれほれ、そんなに固まってると危ないぞ。ソーシャルディスタンス保たない悪い子には魚雷でお仕置きなのだ。いやまあ艦艇同士は2メートル以上離れていると思うけどな。さーて、おい魚雷しちゃいますよ。敵巡洋艦が撃ってきてるが、距離が遠いせいでほとんど当たってないな。護衛艦はちゃんと船団と一緒に行動しないとね。いやー、エンジン壊れた艦艇は格好の的。ちなみに今回はさっきよりも小さめの魚雷使ってるから、輸送船相手でも2本くらい当てないと沈んでくれないね。なるほど、さっきの魚雷4本で戦艦沈めたのはダメージが大きいやつだったからなのな。
うん、今使ってる魚雷だと10本当ててもワンチャン耐えられる威力だと思う。そして外れた魚雷が他の輸送船に。なんか止まってる輸送船多いよな。先導する艦艇がエンジン故障で止まっちゃうと、他の艦艇も停止しちゃうみたいだね。ま、こっちとしては好都合だけど。ドン。だいぶ輸送船団に接近したから、ここからは四方復砲で削っていけるね。敵輸送船、撃沈。これで半分くらいやれたかな。はい、ドン。君には特別なプレゼントをあげよう。いや、オーバーキルすぎるだろ。ストレス解消にもってこいだね。よし、また浸水で沈めた。と、ここで一定数輸送船沈めたから、アリスちゃんの勝利となったのだ。はい、ということで今回も無事勝利を収められたことだし、動画はこの辺りで終わりにしようかな。時代が少しずつ進むに従ってゲテモノ艦艇が増えてきたよな。次回もまたユニークな艦艇作っていくよ。アリスちゃんの提督生活は、まだまだこれからだ。